やっほ、まいさん。まいさん。今日はね、まあ、ここ、運動公園なんだけども、まいさん聞こえるかな？なんかね、虫の音色、まあ、スズムシっていうのかな？まあ、秋によく鳴くような虫、虫の音色がね、聞こえてきて、まあ、とってもいい。雰囲気だよね、マエスさん。この虫の素晴らしいハーモニーの中でちょっと散歩してみようかなと思って今ここに来てます。いやー、なんかね、暑い夏も終わってもうこれからね、本格的に秋が到来するって感じで、まあ、秋といえばね、スポーツの秋って言われるぐらいで、向こう側で、まあライトついてるでしょ。あそこでね、テニスに興じてる市民の皆さんがたくさんいて、なんかいい雰囲気だなぁと思ってね、まあたまにはね、こういったところを散歩するのもいいよね、前さん。ああ、なんかいいよな。すごいね。すごいなんか、日曜日の夜に、なんか、ほんわかっていうか、ふんわりというか、なんていうんだろうね。なんかそう、いい気持ちになれるよね。ということで、あれ、前さん、ちょっと待って。これ、総合案内図って書いてあるけど、これさ、ちょっと待って。なんか、チカチカしてるよね、前さん。これ、もしかして、電気切れそうじゃない？ね、前さん、頼むよ。頼むよ、マエさん。これ、電気、切れそうだって。マエさん。まあ、実は言うと、俺が住んでる町は、財政的に厳しいんじゃないのかな、と、俺は、思ってるんだよね。だって、ここの、電気さえ、変えられないんだぜ、前さん。こんなね、お金がない町に、前さんの力が必要だよ。前さん、代わりに、ここの電気、買ってくれないかな。頼むよ、前さん。俺が住んでる町は、お金がなくて、ここの電気も変えられないんだよね。だから、前さんが代わりに、ここの電気、買ってちょうだいよ。期待して、待ってるからね、俺。